はい、こんばんは、サラでございます。本日はご質問をですね、今日参加いただいた方からいただいたのでお答えしていきたいなと思います。ご質問内容がですね、テレアポの改善、テレアポが急務ですということでご質問をいただいたので、テレアポの改善方法についてですね、今日はお話をさせてもらいたいなと思っております。で、これはマインドマップツール使ってるんですけど、これを使ってですね、お伝えをしていきたいと思います。はい。で、テレアポの改善ということで考えていくんですが、テレアポの改善って実はそんなにやることは多くなくてですね、基本的には誰に話すか、何を話すか、まあ、あと、どう話すか。誰に何をどう話すか。で、基本的にはテレアポの成果って決まっちゃうんですよね。あとは細かいところでいけば、いつ話すかとかですね、等々もあることはあるんですけど、基本的にはテレアポの改善っていうのは、この3つの改善を丁寧に進めていくというところになりますと。で、一番インパクトが大きいのはこの誰にですね。なので、この誰にを改善するっていうところが、そのトークをどう変えるかとか、どう話すかを変えるかとかよりも、インパクトは大きいです。で、まあ、言い方変えればターゲティング、ターゲットですよ。ターゲットを変えましょうと。で、まあ、ターゲットの変え方もいろいろあるんですが、B2B とかでいけば、まあ、業種とかですね。あとは担当者。でも結構結構というか前、コンサルしているメンバーにも話をしたんですけど、担当者と話したいと思っているにもかかわらず、話を聞いてくれる人と話しちゃってるとか、例えば、人事向けでアプローチをしていたら、実は人事が担当ではなくて、総務が担当だったとか、CSR 担当が担当だったとかですね。自分で結構決めつけてしまっていて、成果が出ないとか、自分の商材はこの人に話すもんだっていう決めつけで、結構そこが動けてないみたいなケースもあるので、このターゲットっていうのはすごく大事な部分で、まあ業種担当者、あとはまあ年齢とかですね、あと相性もあるんで、性別とかも全然あり得ますと、ところです。あとはまあ家族の構成とかですね、あとはリストの取得の仕方みたいなところの取得元ですね。例えば、私だったら人材系の営業がまあ多くやってるんですけど、リクナビのお客さん、リクナビに乗ってるお客さんとマイナビに乗ってるお客さんとかですね。でもちょっとした違いはあるんですね。大手求人サイトって括りで結構同じなんですけど、全然違うとか、もっと大きい違いでいくと、リクナビに乗っかってるところと、パッションナビっていうですね、まあパッションってまあ前、なんていうんですかね、気持ちですよね。っていう、まあなんか不思議なサイトがあるんですけど、まあそこに乗っかってる企業ってやっぱ全然違うみたいなところとかもあるので、まあそういうふうな違いとかを見るのもありかなと。あとはお客さんになるかどうか、買ってくれるかどうかでいくと、実はまあ単純に、言葉悪いですけど、お金持ってるかみたいなところもありますよね。で、お金持っている基準っていうのが、まあ、資本金であったりとか、まあ、売上だったりとか、とかですね。まあ、そういうふうな形で、今自分は誰にアプローチ、誰に電話をかけてるのか、みたいなところを、まあ、しっかりと確認をしてもらって、ここを変えることによってアプローチ、成果って全然変わらないか、みたいなことは一度考えてもらうといいかなと思います、というところがまず一つですね。で、じゃあ次にというところで何を話すかなんですけども、基本的にテレアポで話すべき内容っていうのは、テレアポってそもそも何したいんだっけって話なんですけど、会うべき理由ですよね。会うべき理由と、まあ、信頼獲得ですよ。会っても大丈夫って言い方なんですかね。あったら変なことされないとかですね、変に売り込みされないみたいなことをちゃんと伝えられればいいわけで、結構勘違いしてしまっているのが、商材の説明であったりとか、あとはですね、会社概要とか、詳細な事例紹介とかですね。テレアポで結構お客さんに聞かれてしまうがためにこういう話しがちな人って多いんですけど、いらないですね。これは会った時に話せばいいことなので、テレアポって基本的にはもうアポ取りじゃないですか。電話をかけてアポイントをいただくのが目的なので、会うべき理由、私に会った方がいいですよ。で、変なものじゃないんで会っても大丈夫ですよ。あとはもう日にちの確定ですよね。
なんで、この項目で見ていったときに、会うべき理由ってちゃんと伝えられてますかって話ですね。お客さんが。私が会いたいんですじゃなくて、うちこういう商材を使っていて、例えば、20代女性で、一人暮らしの人には今めちゃくちゃ役に立ってるサービスがあるんで、ぜひ一度ご紹介をしたいんですが、多分生活変わると思いますみたいな話とかですね。まあ、今すごくふわっとした言い方してますけど、それが会うべき理由。いやけど、そうやって家に来られてもみたいな時に、あ、じゃあ絶対家には入りませんので、玄関でお話しさせてくださいっていうのが、まあ、あっても大丈夫みたいな話ですね。で、ご都合良い日で、みたいな形で日時を確定するというところになります。なんで、しっかりとこの会うべき理由あっても大丈夫、日にちの確定っていうのが、今話しているトークスクリプト、トークの内容の中でしっかり盛り込まれてるかどうかっていうのはしっかり確認をしてもらった方がいいかなと思います。で、あとはどう話すかみたいなところなんですけど、これは、話し方になるので、話すスピードとかですね。声の大きさ。話す順番、ね、会うべき理由を先に言うケースもあれば、いや変なもんじゃないんでっていうような自己紹介的なことをしっかり先に言うみたいなケースもあるので、まあ、話す順番も結構大事ですね。結構この話す順番をおろそかにしがちなんですけど、話す順番は、人の信頼獲得するときにすごくインパクトが大きい部分なので、これはしっかりと意識してもらった方がいいかなと思います。ということで、テレアポで、まあ、ざっくりですよ、やるべき、直すべきところっていうのは、誰に話しているのかっていうことを見直しをすること。で、その話すべき人、話している人に対して何を話すかをしっかり決めること。なので、誰に何を話すか、それをどう話すのか、どう伝えるのかっていうことがしっかり決まれば OK ですと。どう話すのかっていうのは、話す順番も違えないようにして、相手が話しやすいよ、聞き取りやすいよ、信頼が得やすいように話すスピードを考えると。あとは聞き取りやすいように声の大きさを考えるというところですね。で、改善方法でいくと、一気に全部変えないっていうのはすごく大事な部分で。なんで全部変えちゃダメかっていうと、結局改善が蓄積されていかないんですよね。自分が何をやったからうまくいったのかっていうのが蓄積されていかないと、テレアポのスキルとか再現性がなくなってしまうので、一部ずつ変えていくと。で、しっかりとデータを取る。ダメだったらダメだったら全然いいんですよ。なんでダメだったのかっていうのをしっかり自分の中で把握できるようにするというところですね。なんで、意識すべきは自分が他の人に教えられる状況にしておくと。教えるか教えないか別にいいんですよ。ただ、教えられる状況にできているかどうかっていうところが大事なポイントになるので、この点をちょっと意識してもらえるといいかなと思います。という感じですかね。はい。ということで、ちょっとテレアポの改善方法ということで、まあ、なるべく早くというか、急務で成績を改善したいというお話でしたので、ご質問にお答えさせていただきました。今、まず目先でやってほしいことは、誰に何をどう話すのかっていうことを、ポイント絞ってしっかりと自分の中に、今のトークで話せているかどうかっていうのを確認してほしいっていうのが一つ。で、改善の進め方に関しては、トークスクリプトとか話し方っていうのを一気に全部変えようとせずに、一部ずつだけ変えていくと。いうことを意識してもらって、変えたらその結果がどういう変化があったのかしっかりデータを取って、他の人にも説明ができる、教えられる状況を作っていくと、テレアポは確実に成果が変わりますので、意識してもらえればと思います。ということで、本日はテレアポの成果改善方法についてのレクチャーをさせていただきました。本日は以上です。